やってみるか。シックスボールパズル。オッケー。いわゆる落ち物パズルね。オッケー。落ち物パズルって何？同じ色をむっちゅちゅ投げよう。これ絶対間違えた。これ絶対やっちゃダメなやつだ。これ絶対僕、これ僕やっちゃダメよ。これこれじゃボロボロハーバスとか、ちょっとこれ絶対僕がやっちゃいけないやつのタイプのやつ。これわかる、自分でもわかる。これ僕がやるべきものではない。ちょっと待ちなって、ちょっと待ちなよ。ちょっと待ちなよ。ちょっと待ちなよ。やっぱ僕がやるべきなのは五目だと思うんだよね。五目ならギリ勝てるしさ。五目得意だしさ。やばい、わかんない、何も。え、わかんない、何をやってんの僕今。これこれ何、これどこだ。ここじゃない、こうやってこうやって消えましたっつって。ああ、なるほどね。ああ、難しいこと言うね。でもこうじゃない、ここ違うんだ。へえ、違うんだね。違うこともありますけれども、そんな時は悲しい気持ちにならないでほしい。こうしてこうすることでこうなるわけで、こうやって消えるでしょ。うん、わからないけど多分こうでしょ。え、なんか光った気がしたんだけどね。これだ、助けて。わかった、わかった、ここにこうだ。なんか滑るんだけど、これ何。あ、ちょっと待ってよ。あ、わかった、ここに紫、こうでしょ。何をやってんだお前は。待てよお前。いや、お前っていうのはこの場合自分に言ってます。こうじゃない、こう。ダメだね。なん、どうやったらいいか何にもわからないよ。こうでしょ。わお、2連鎖したね。で、バーンつって、これ、助けて。助けて、これ。なるほどね。やっぱ僕がやるべきものは、五目だったってことだと思います。やっぱ五目得意だからね。ちょっと助けて、死ぬかも。これさ、なんとなく分かってきたけど、待って、死ぬんじゃないこれ。こうでしょ。待て。おい、僕が、パジャマ苦手って、間違えた、パジャマって言った。パズル苦手って知っててやってんのか。あー、ちょっと初めてやって楽しかったです。